突撃シチュー始まりました。はい、こんな感じでしょいつも。ということで本日車両紹介に入りたいと思います。前にねインスタグラムで機種部に出たい方募集しますっていう項目を出したんですけど、それにねメッセージくれた方が今日撮影になっております。見渡す限り海、小島か、はい、本日の車両ご紹介いたします。こちらこちらです。ドン、いいね、やばいじゃない。本日のオーナーさんをご紹介いたします。なおちゃんです。どうぞー、イエーイ。なおちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。なおちゃん、おはよう。おはようございます。ということで これ車両名前なんていうの。ホンダの VT1300CX です。長い俺今ホンダまでしかね覚えらんねCVX だ。 VT1300 めちゃくちゃかっこいいんですよ。V ツインだよね、はい、普段ね結構ハーレー見てることが結構僕も多いので、ちょっといろいろと紹介して。これって何 cc なの、はい、さっき言ったけど 1300cc やね。 1300cc めちゃくちゃでかいよね。はい、めちゃめちゃもうハーレーに負けず、ねね、劣らず。 V ツインでこれさっきさ、うん、音聞いたけどめちゃくちゃ音いいよね。あ、音もう早速聞かしちゃうの。早速聞かしちゃうの。聞いて。あ、いいよいいよ。行こうよ。ほら。こんな感じで。これブルーンってちょっとやってよ。はい。ほらね。そうなんだよ。かなりいい音してるのよ。これフルノーマル、これで。割ともうノーマルです。割とノーマルなのこれ。割とノーマル。特に何かいじってるわけでもないんだね。いじってるところとすれば、マフラー変えました。マフラーね、はいはいはい、ウィンカー変えました。ウィンカーね、はいはい、CC バーついてます。 CC はいいね、うん、で次がこちら来ると、こちら来ると、はい、サドルバッグをね、サドルバッグ、デグナーさんのサドルバッグをつけるために、はい、これはこれ何、どうしたの。これワンオフです。なんだってワンオフワンオフワンオフ。いやマジかマジか、はい、ワンオフか。ワンオフです。いいじゃん、超いいじゃん。しかもさこれさ、はい、何これ、ナンバープレート、あ、ここにあるじゃん。ナンバープレートもワンオフです、はいはいはい、マジか、ワンオフだワンオフパレードになってるね、ここね。ワンオフです。すごいね。てかさ、これピンストン可愛いね。これどこのやつなの。ピンストは、うん、あのケンザフラットトップさんっていう、はい、まあ、かねてからのお知り合いで。あ、なるほど。あのピンストライパーさんなんですけど、サイドバックと、うん、タンク、これタンクもめちゃくちゃ可愛いよね。はい、納車祝いで書いてくださいって言って。うわ、マジか、最高じゃん。これヘルメットもそうなの。書いてくれて、ヘルメットも照英、うん、の、そうだね、 EX0 だね。はい、 EX0 を名前も入れて。あ、超可愛い。ダイジャを書いてください。ダイジャなんだ。もうダイジャを書いてくださいって言っただけでこれです。あ、やばいねやばいめちゃくちゃいいじゃん。そうなんです。なおちゃんはもう免許取ってどのくらいなの。免許取って16年。あ、本当に。俺なんか4年だから本当ですか。もう高校生から乗ってます。マジか。だからね、運転うまいんだよびっくりした、さっき全然平気だったもんね。ありがとうございます。一応2010年式の。2010年なんだね。はい、インジェクション で8年ぐらい乗ってます。あ、なるほどね、はい、新車で買ってくださいって言って。あ、なるほどねこれだっつって、私はこれなんだっつってなおちゃんといえばさ、結構写真がね、インスタグラム貼り付けとくんですけど。ありがとうございます。写真がメインで結構いいんだよね。はい、写真が結構もうハマっちゃってね、うん、はでも半年ちょっとぐらいなんですよ、初めてでね、はい、なのにあんだけね、もう周りの友達さんと一緒にねいっぱい撮ってるしね、最高ですよね、はい、まあちょっと皆さんそちらインスタグラム貼り付けますんで。ありがとうございます。見てください。メーターとかもね、こうやって来ると180キロまで、はい、でまあこれぐらいしかね出さないしね。でまあこれ USB させるやつがついてたりとか、はい、携帯置くとかね、はい、ETC があって、はい、そうです、いやいいね。これ何リッター入るの。これ12リッターぐらい入ります。あ、12リッター入るんだ、いいね、はい、じゃあ結構ね、結構走るんだ。1回のツーリングで500キロとか。あ、かなり走るね。燃費は260キロぐらいは走るかな、うん、あ、じゃあ全然いい全然いい全然いい、はい、高速乗れば全然いい。街乗りだと200ぐらいなのかな。だからリッター20ぐらい走るんだね。あ、ですね。めちゃくちゃいいじゃん。全然、はい、意外と燃費そう。いや、こうやってね乗ってるんでね、皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。チャンネル登録してね。ということで、なおちゃん、ちょっと車両の紹介もやったんだけど、飯をちょっと行きましょうよ。ありがとうございます、うん、ちょっとぜひこのまま行きますんで、はい、よろしくお願いします。
ということで、ついこの間の動画で出た拓也さんからご紹介いただいたお店なんだけど、ザ・グッド・バイブズ、のハンバーガーなんですけど、これめちゃくちゃうまいんですよ。うまそうっしょ。めっちゃ美味しそう。こんな感じで、まあ、とりあえず、まあ、生が来ればね、生っていうか本物が来たら分かるけど、超うまいから。なあちゃん、はい、来ましたね。いや、めっちゃ美味しそうです。めっちゃうまそう。めっちゃ美味しそう。どれうふほほほ、これやばいっしょ。絶対うまいっしょ。チーズガリガリ。これがなんか袋があるんで、この中にハンバーガー入れて、はい、ブズって潰して食べるんだよ。まあ、みんなそのほうがみんな、おー、食べやすそう。こういう感じで食べてみましょう。食べてみましょう。いただきます。いただきます。どう？うまくない？やべえっしょ。やべえっしょ。ここのザ・グッドバイブスバーガーマジ超うまいな。わ、めっちゃ肉。いただきます。うん、あ、これはやばい。うん、なんかマーガリンの味とすごいね。うん、めっちゃうま。なんかさ、バイクに乗るきっかけなんだった？バイクに乗るきっかけは、私誕生日が遅いんで、うん、先にバイクの免許取っちゃおうってことで、高校3年生の時に合宿で。あ、高校3年生合宿で取ったんだ。あ、いいね。なんで別にバイクに乗ろうって思って取ってないんですよ。うん、ただ単に車の免許の簡単に実地ができるように、はい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 、って思ったんですけど、だいぶリッチな取り方だね。その時にバイト先の人がアメリカン貸してくれて、でそれからハマりました。なるほどね。スタイルもすごいかっこいいもんね。タンクとかもさ、スタイルめちゃめちゃシュッとしてるし、はい、結構ああいうタンクにハーレーの人たちもする人もいたりして、うん、逆になんでハーレーじゃなかったの？ハーレーダビッドソン好きなんですよ。うんうん、好きなんですけど、ああ、ハーレーのくくりになっちゃってて、なんかパッと見、ああ、ハーレー乗ってんだねっていうのが、うん、なんか違う。ああ、私の中ではそうだよね。あえて国産に乗りたくて。いっぱいいるしね。うん、そうです。人と一緒は嫌なタイプだ。そうです、一緒ですね。わかります。人と被っちゃうと一緒になっちゃうんだよね。わかるわかる、乗ってるものとかも。でもまたハーレーもハーレーでまた面白いとこあって、一緒のバイクなのに全く違うのよ、それぞれ。まあ、そういったカスタムもできるし、まあ、でもあれはまた特徴的だね、本当にね。またお会いした方はね、ぜひねお声掛けいただいて、はい、インスタグラムもこちらのでバシッと貼り付けておきますので、皆さん、フォローの方お願いします。そして YouTube 引き続きチャンネル登録高評価もお願いいたしますよ。お願いします。はい、ということで、なんか今日ねありがとうございました。ありがとうございます。ということで皆さん、またバイバーイ。